しょうがない。保管庫に入れて後で使おう。タイタンの下に作業場とはな。いかにもサイレンスが逃げ込みそうなところだ。ここで何をしていたんだ。装置が点滅してる。サイレンスが残した手がかりか。哀れなハデスよ。この窮屈な場所に押し込められたまま話せもしない。とはいえタイタンの演算オーブの中は住み慣れていたな。アップロ
仕事さえ終わればしばらくくつろげるだろう。だがその後尋問を始めるぞ。赤い色をした結晶がある。どうすれば取り除けるんだ。何かのログ。次はぎ血だらけだ。あらゆる手を使ってハデスから情報を得ようとしたのか。アーロン、無知なお前の道しるべとなるようこれを残しておいてやろう。爆弾を使い私はタイタンから演算王を取り外した。我々の友であるハデスの檻とし協力するよう促すために。さあハデス教えてやれ、お前を目覚めさせた信号について。またそれか。お前の企みは阻止されたのだぞ。分かったか、アロイ。ガイアは再起動可能だと。そのバックアップの場所だが、そうだな。私の後を追いかけてくれば分かるだろう。一人悟ったような言い方だな。気に入らない。でもオーブを見つけるには追うしかなさそうだ。
じゃあさっき。この機械を使ってハデスを運んだようだ。これがハデスを閉じ込めたオーブか。あの扉、ファロの施設なのか、それともゼロドーム。そこにいるのか。状態でもお前はガイアの脅威となるからな。ということはお前はまだバックアップを得ていないのだな。ならばガイアは死んだ。地球も人間も破滅する。力は済まれたが私の勝ちだ。バックアップの場所をサイレンスに聞かれただろ。データエラー、メモリ構造の断絶確認。期待した。私がバカだった。一体サイレンスはお前に何をしたんだ。なんだかまるで抜け殻だ。私はサイレンスに尋問された。奴に何を話したんだ。データエラー、メモリ構造の断絶確認。覚えてることは何かないか。ああ、お前のことは導きの塔で私にやられたからか。これじゃ、拉致が開かないな。サイレンスはどこにいるんだ。奴は 12.8 日前にいなくなった。データエラー、行動予測構造の断絶確認。ろくに知らないということか。まったく。サイレンスはなぜお前をここに連れてきたんだ。私を見つけるように。だろうな。だがなぜ。ここは何なんだ。この場所はかつて、データエラー、メモリ構造の断絶確認。私の死に場所。奴はここが私の墓だと。だが遺跡の奥を調べるしかないか。謎の信号によって目覚めた時、ガイアの他の副次機能も覚醒しただろう。ガイアが自爆する直前、その全てが姿を消した。今どこにいる。各機能は特定の座標に向かった。それは
絶確認。錯乱した AI があちこちに散らばって好き勝手動いてる。ヘファイストスは何千もの人々を殺す機械を量産し、お前は世界を滅ぼしかけた。そんな副次機能があと7つも野放しだ。末恐ろしいな。お前は恐れている。それでいい。ハデス、お前本当にいい性格してるな。皮肉を検知。よくわかったな。サイレンスは謎の信号についても聞いただろう。お前を起こしたあの信号は誰が送った？信号を送信したのはマスターだ。それは誰なんだ？マスターは私を目覚めさせ、生命の破壊を命じた。なぜそんなことを？データエラー、メモリ構造の断絶確認。もういい。さっさと終わらせよう。このアーロイは、いまだにガイアを復活させ、地球の生命を救えると思っているのか？ああ、思っているさ。ならば、お前は愚か者だ。絶滅は不可避。お前に何がわかる？地球を2回破壊しようとして2回とも失敗しただろう。お前は自分自身を破壊するだけだ。細工された槍で助かることもできない。お前は間違っている。ハデスは三度生命を滅ぼしている。何？それは覚えてるのか？そうだ、そのデータは残っている。テラフォーミングの逆転を実行。時期は2154、2161、2168。でもそれは数世紀前だろ。元々の役割だ。今の生物圏はバージョン5、バージョン6はありえない。そんなものいらない。この世界を救う。お前は愚か者。結果は不可視。マスターオーバーライド装着。名前と階級を入力して起動。エリザベト・ソベック、アルファプライム。破滅ね。マスターオーバーライド起動。絶滅プロトコルを消去しました。ハデスを葬ったか？ああ、今度こそ完全に死んだんだな。そうだ、私を信じ、信じる。ああ、信じろ。ハデスの知識を抽出するというお前にできることを成し得た私を。今回はハデスを破壊させてやった。信じてくれていい。また姿を見せずホログラムか。私に刺されるとでも？これには理由が。前と同じスパイウェアか。ということは私の呼びかけも聞こえてたってわけだ。でも私を監視するために無視した。お前を中心に動く期間が終わっただけだ。私は忙しくてな。この星の運命のため長期間に及ぶ入念なリサーチを行わなければならなかった。そうか、お前も世界を救いたいのか。その通り。そしてお前と違って私は結果を生み出している。ガイアのバックアップは見つけたのか？そうだな、見つけはした。どこだ？ここだ。だからお前をここに残した。この扉の向こうにある古の施設でハデスの絶滅プロトコルは完成したのだ。数百回にわたるテストでは毎回ガイアのバックアップが使われた。ハデスから聞いたのか？
吐かせるのに手こずったが、なんとかな。で、この半年間探し続けたものを得る気はあるか？それともそこで口を開けて突っ立っているか？忙しくしてたって？ああ、その通りだ。その割にはレガーラにオーバーライドを教える時間はあったみたいだけどな。機械の乗り方も。アーロイ、お前はガイアのバックアップを手に入れることだけを考える。目的に集中した方が結果も伴うぞ。否定はしないんだな、サイレンス。好きに受け取るがいい。念のため確認するけど、ガイアのバックアップがこの中にあるのか？まあ、少なくとも千年前にはあった。ファロがアポロを消した際にも消去されなかったバックアップが。そうだ。アデスによればここは外部から遮断されていた。ファロですらデータに触れなかった。バックアップ、完全な状態のガイアとその副次機能、テラフォーミングシステムの復活、地球上の生命を救うために必要なもの全てがここに。ハデスはそう言った。分かったら早く行け。ハデスは信号の発信者を明かしたのか？奴を起こして絶滅を促したものを。ああ、明かした。で、誰なんだ？いずれ教える。そんなことよりもアーロイ、まず超高性能 AI のガイアを再起動させるんじゃなかったか？いいか、あの信号のせいでガイアは自爆をしなくちゃならなかったんだぞ。信号は数年前に止まっている。心配は無用だ。また始まったら？それはない。たとえ始まろうが、詳細は省くが、信号はハデスなしでは意味をなさない。バックアップからハデスを消去すればガイアは安全だ。だからグズグズせず早く取りに行け。よし、中に入ってバックアップを探してみる。だが覚えておけ、これもお前の策略だったら。ここは遺伝子でロックされている。この扉はお前にしか開けることができないのだ。罠など仕掛けられんよ。今度私を騙してみろ。次こそ生身のお前に出てきてもらうぞ。口を開く前にこの槍が突き刺さるかもしれないが。アーロイ、私のおかげでお前がこの半年間必死に探し回っても見つけられなかったものが手に入ろうとしているのだぞ。ノラの異端児として育ったお前に礼には期待しないが、多少思い巡らせば私に礼を言って叱るべきと思うがね。故障はしていても中には入れる。多少の忍耐があればな。その結晶が見えるか？オセラムがファイアグリームと呼ぶ爆発性のものだ。扉そのものを吹き飛ばすほどの力はないが、少し隙間を作るくらいならできるわけか？その通り。だが点火装置が必要だ。今から設計図面を送る。作成には機械の部品と種火槽から取れる油がいる。水中に生える植物だ。近くの湖で見つけられるだろう。部品は多少手間がかかる。リープラッシャーの動力源から点火コイルを手に入れろ。
機械を倒す前に動力源を切り離せ。狙いと壊れる。わかった。種火装はもういくつか手に入れてる。あとは部品だけだ。力源はどこにあるんだ。あれが動力源か。フォーカスにタグ付けしとこう。これでよし。機械を倒してしまう前に切り離さないとな。機械が作られてる場所に行けばオーバーライドを手に入れられるかも。
よし、点火装置の部品だ。あとは装置を作るだけ。施設の入り口近くに作業台がある。ハデスをいじるのに使ったのか。いじる、重要データの抽出と言ってくれ。これでファイアグリームを爆破できるはず。そうだな、そいつは役に立つぞ。私もホルスから演算オーブを引き上がすときに使用した。そうか。私なら後ろに下がった。よし、これで入れる。ならばもたもたせず先へ進め。この点火装置で前見たファイアグリームも爆破できるな。今は目的に集中しろ、アーロイ。の奥の扉もロックされてる。ガイアのバックアップはあの中だな。どうやって向こうに行く。なんだか久しぶりだな。お前にフォーカスで監視されながら古の遺跡を探索するのは。思い出に浸る暇があれば早くバックアップを見つけに行け。水が入った。プルキャスターが使えそうだな。
はしごを下ろした方が良さそうだ。扉に繋がってるけど電力がいる。エネルギーセルだ。これでよし。